皆様こんにちは、カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。今もドライビングバージョン、球場に向かう車の中で喋っております。セッティングしますね。はい、昨日ね、ホームに戻っての交流戦の、ホームでの初戦、中日戦だったんですが、完敗でしたね。攻守に制裁を欠くという、そんな、ゲームに見えました。そう感じられたファンも僕の、ツイッターに寄せられたコメントでは多かったような、気がします。今日はちょっとね、もう一回ネジ巻き直して頑張ってほしいなと。みんな一生懸命やってるんだけどね。さあどんなゲームになりますか。今日山本由伸投手の先発をマークということになりますけどもね。前回はちょっとこう球数が多くて苦しんだのね、楽天戦。それでもよ、ちゃんと抑えるあたりがすごいんだね。で、相手も相当やっぱり対山本ということになると研究もしてくるし、対策も講じてくるんで、由伸君からしても簡単じゃないんだよね、きっとね。その中でその上を行くためにということだから、彼が昨日も言ってたんだけども、相手どうこうというよりもまず自分というところをね、しっかりやっていかないと。自分のコンディションをしっかり整えて、自分のいいボールを投げ込めば、結果が出てくるということなんで、この1週間の調整の中でね、いつも通りの調整ができましたと、状態もいつも通りですという、由伸君なんで、そのいつも通りという言葉を信じて、今日もそのピッチングを見ていきたいと思いますけどね。もう彼の場合はもう投げるボールが一級品であることは間違いないんでね。とにかく中日打線をしっかり抑えて、であとはそのエースが投げる時なんでしっかりと打線も援護して、前回はねしっかりこう点も入ったんでね、よかったんだけども、昨日なんかちょっとこう、どうなのかなっていう感じの攻撃でもあったしね。相手が大野雄大ということで、相手のエースクラスでもあるわけですから、今回はその左右のエースが出てくるのよ。昨日の大野、明日の柳、おそらくね。そこは簡単ではないんだけども、そこどう打っていくか。で、今日は先発が中日が、鈴木博士投手、ドラフト1位ピッチャーだよね、確かね。プロ5年目でスターター、先発は初めて、ということを、今までずっと後ろで投げていたピッチャーなんでね、1軍では。一時はクローザーも任されていた時期があるピッチャーなんで、ボールに力はあるし、その鈴木投手に対して打線がどう打つのか。昨日はちょっとね、大野投手の前には、沈黙という感じではありましたけども、復調気味だった、杉本選手も昨日はノーヒットということで、昨日1、2番が封じられたというのもね、痛かったんだけども、でも今日はそこがちゃんと機能して点が入ればね、由伸君が投げてるんで、そんな大きな崩れはないと思いますので、まず打線ですね。打線で、あとはその守りだよね。きっちりとした守り、昨日もセンターから、ボールを返球しない間に三塁ランナー、止まっていた三塁ランナーがホームに帰ってくるなんてことがあって、中嶋監督も意味のわからないプレーというふうに厳しく一刀両断しておりましたが、そのプレーもあったし、セカンドの何でもないゴロのエラーもあったし、そういうプレーが出ているうちはやっぱりしんどいよね。だからそういうのをなくして、やっぱりちゃんとやっていってほしい。なんかこうやることをやってやるミスっていうのはしょうがないんだけども、何かをこう怠って、それが発生するミスというのは、これはもう言い訳できないし、アンフォーストエラーっていうのは良くないね。そこをなくしていってほしいなと思うわけです。さて、今日勝たないと本当ちょっとしんどいんで、勝負。去年は12勝5敗1分けで、交流戦優勝したんだけども、もう3敗してるからね。まだ2カード目の2戦目なのに、その辺で、もう去年とは違うなという感じはもう皆さんも当然お感じだと思うんだけども、本当に苦しい状況ではありますね。なんとか
それをみんなが感じながらね、頑張ってほしいなと思います。本当にあの怪我人が多くてね、もう今年は去年とまた違う状況であることはもう間違いないんですよ。チームの状況もね、その中で、みんなが頑張って、なんとか、なんとかよ、まだまだこの、諦めないで済む位置にいるわけだから、ここから上を目指していってほしいなと思いますね。というわけで、まあ、昨日なんかやっぱり、金曜日のナイトゲームだったんだけど11,000人、今年一番少なかったんじゃない、お客さんとしては。確かに一塁側もすごく空席が目立ってしまったんでね、まあ、今日明日はもう少し土曜日曜なんでお客さんも入るものと思われます。織姫デーですよ、織姫デー、はい、で今日も、この後12時から、オンライントークショー、今回はそのオンラインで実際に織姫の皆さんも、何人か参加してくださって、20人ぐらいかな参加してくださって、選手に対して、まあ、質問をしながらお話をしてもらうという、今日の催しがあります。昨日はね、僕と山岡大輔投手が、部屋でお話をして、それをみんなに聞いてもらうという形式だったんだけど、今回はみんなが画面の中に入ってきてくれて、そこで参加してくださるというね、まあ、そんなもうあの参加者は決まってるはずなんだけども、そんなトークショーになりますので、ぜひそちらも楽しみにご覧になってください。織姫で2日目、昨日は残念ながら、ほぼいいところなく負けてしまった、そんなゲームだったんだけども、今日はなんとか盛り返してこのシリーズの勝ち越しをの可能性を残す戦いに、してほしいなと思うわけです。今日選手誰だったかな、昨日ね、その織姫の織面ランキング第2位の、山岡投手が登場してくれて、2位なのって言っておっしゃってましたけど、今日1位が登板する由伸君なんで、まあ、由伸君はないわね。ということは上位誰が来るんだろうか、お楽しみに、というわけでございますね。上位はみんなこう山がつくんだよね。山本でしょ、山岡でしょ、山崎か、さあ誰なんでしょうね。上位が来るのか、あるいはランク外から来るのか、楽しみでございますが、12時過ぎぐらいから始まる予定です。もうおそらくこれ上げてるのはね、もうそれ終わってからアップになるんで、もう何言ってんねんお前ちゃん、もう終わってるやんかっていう感じかもしれませんが、まあ、それはそれ、ちょっとタイムラグがあるということでご容赦、願えればということになっております。湾岸線、阪神高速湾岸線は最後、安治川の今、橋梁を渡っております。これ一番左側の車線を今僕は取っておりまして、そこを天保山側に折れまして、大阪高線に入って波よけまで行く、そこから降りて、京セラドームまではあとわずかというところ、右手には南港、ちょっと右手後ろには舞島というような位置関係です。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。今日も頑張って応援してください。よろしくお願いします。頑張れ由伸、頑張れ打線。